えー、皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。えー、ジャストエイこと、小関一郎です。えー、どうも、今日はですね、えー、っと、12月20日、20日違うな、12月19日、えー、午前11時41分からお送りしております。今日も始めましたえー、関一、ケバイソーでございます。 ということでね、早速行きましょう、はい。はい。出ました。えっと、12月21日、名古屋競馬、名古屋競馬でございます。第10レース、あと2100メートル、名古屋グランプリ GJPN3 ということでね、えっと、6番のグランブリッジと、12番のディクティオンから行きたいと思いますね。この2人がとうとうここでぶつかり合うということで、で、生まれ、うんと、3連、三年服のみ。 6262の14116262の141で各3の0で合計まあ9 0円ね少ない金額で多く勝つみたいな <laughs> ね一応あのこのこのメンバーでいきたいと思います あのグランブリッジはね、JBC クラシックにね、リリースクラシックだったかな、出て,てね、2着になってねあの。ディクティオンもなんか、浦和記念で一番だったんですよね、この馬もね。だからあの、距離的にはまあ、どっちともいいかな、みたいなね。あとはね、もう、ミッド・ノーとかねあの、結構あの、ねあの、ディクティオンと戦った馬とか、グランブリッジとか戦った馬もたくさんいると思うんだけど。 まあ今回はとりあえずこの2頭にしてみようかなと思う。ミトノー、ミトノ王がね、ちょっとね、気になるんですけどね。ミトノ王っていう馬がね、ちょっとね、気になるんだけど、うん、まあ年末だしな、来年からかな、ミトノ王は来年からんじゃねえかなって思うんですけどね。まあ一応僕はあの、名古屋グランプリは、あの、グランブリッジとディクティオンから行きたいと思います。 ということで、やってまいりました。有馬記念。ね。有馬記念何が来るんだろうね。なんかね、みんなドデュース買ったらダメだよ。<laughs> ああ、でも竹豊騎手が復帰したから、もしかしたらドデュースかもしれないけど。でもあの、タイトルホルダーとか、スターズオンアースとか、あのね、ヒートオンビートとかね、なんかいろんな、いろんな聞いたことある馬ばっかりいるから、あの、 あの対等してますね、みんながねあの。何が来るか分かんないっていうのは、対等してるから、よく分かんない、軸がいないのは一番困るね、レースでね。本当は決めづらいですよね。軸がない馬あのレースは、本当、あの、困る。ねうん、多分あの、あれだ、ジャスティン・パレスだ、そうそう、ジャスティン・パレス、そうそう。 そうそう、ジャスティン・パレスだと思う。うん、ということで、また、ちょっとね、次の予想動画は、有馬記念だね。次の予想動画は、有馬記念やって、ホープールやって、あの、東京大商店でしますんでね。ということで、予想、ありがとうございました。<laughs> 終わります。あ、ちなみに、あの、名古屋グランプリは、あの、来年、 来年から何月だったっけな ?5 月になるんですよね。名古屋グランプリね。来年からあの、12月は今までやってたけど、来年から5月にレースになるらしいんで、だからこの名古屋グランプリが終わったら、あと4ヶ月後ですね。また名古屋グランプリがやってくるんでね。ということで、終わります。ありがとうございました。